みなさんこんにちは レク講師の佐々木美です2020年、えー、合格に向けて、えー、ガツガツ誰にも負けずに頑張っていらっしゃることと思いますけれども、まあ、あの特に年末年始の過ごし方ということで簡単に私の方から今やるべきことだとかの確認させていただきたいと思いますけれども特に、えー、初級講座受講されてて2020年が初受験ですという方にとりましてはもう何が何でも一発合格という状況だと思うんです。 が秋に勉強スタートされた方春に勉強スタートされた方で真の待ち待ちだと思いますがもう何をやるべきかと言ったらもう目の前の講義とその復習ここを講義の進度に応じてしっかりごつごつやっていただきたいんですがただ場合によってはちょっと予定のスケジュールから遅れているという状況の方もいらっしゃると思いますそういった方はもう特にこの年末年始ね、えー、がっつり勉強時間が取れるこの時期にできるだけ差を縮めるということをおはかってくださいただあのね スケジュール予定通りです通学のスケジュール通りに進んでますという方にとってみると、まあ、この場合特に年末年始時間があるからあいつもできない気になってた勉強これやってみたいところだと思うんですね。そこで例えば まず優先順位として、えー、学習通りに進んで、スケジュール通りに進んでいる方であれば、優先的にやっていただきたいものが、まず、えー、ね、いろいろ民法とか不当法とか、あれこれやりたいものいっぱいあると思いますけれども、最優先でやっていただきたいのは、まず、えー、不動産登記ですね。えー、不動産登記の、えー、過去問とあと書式ベーシック。書、え、式、ー、ベーシックに関しては、もうそろそろ卒業お、これを目指して取り組んでいただきたいかなと思います。秋にスタートした方であれば、もう書式ベーシックをしっかりもうそろそろ 卒業見据えてで「書式ベーシック」とあと「記述開放ベースアップ」に関してもおそろそろもう解き直し2回目3回目もやっていただきたいかなと思います。あとやはり、えー、初受験生で一番、えー、直前期に多く声がいただくのがあ過去問、えー、これがちょっとなかなかあボリュームが多くて回しきれてないという状況のことをい一番多く聞きますので、えー、そういった意味においては不動産登記の過去問、えー、下官と上官と、ねえー、もうあの特に上官が手薄になってしまって間に合わなかったという声一番 よく聞きますので、えー、不動産登記の過去問、えー、上下とも、ねえー、他の科目より不動産登記は演習回数たくさん必要となってくると思いますので、えー、そういった意味ではあ頑張って不動産登記の過去問やってください、まあ、民法だとかあもう気になるとは思いますけれども今目の前の科目に1個プラスするならあ不動産登記これをしっかり仕上げていきましょうあと、えー、プラス不動産登記の過去問ももうそこそこ回してますという方であれば民法ですね、えー、ここをしっかり触ってください でえー、民法に関してはあの、ねえー、改正だとかもあるのでなかなかねそういったあ、ねえー、ちょっと何かね過去問演習だとかをしづらいところもあると思いますが特に債権、えーね、のところなんかに関してはあ細かいところよりもしっかり条文、えー、基礎論点ですね、えー、ですから、まあ、できればあちょっと読みにくい条文はともかくとしてできれば条文、えー、これを読むということをしておいた方がいいかなと思います。これににに対ししてて物件の分野に関は徹底的に、えー、過去問と えね、あの物件に関してはもうやりすぎということはないと思っていただいて、えーね、あのがっつり解いていただきたいかなと思います。 でえー、民法不当もそこそこできてますよという方にとってみると、えー、まあね、えー、目の前の、まあ、通常空き性春性の方であればあスケジュール通りに進んでいるのであれば目の前の科目があ会社法とか商業登記だと思いますので、えー、ですから、まあ、このね商業登記をやりながらしっかり会社法を仕上げるというとこですね、えー、これを心がけてください。であのー、ね、えー、いやいやちょっと進度遅れ気味ですという方にとってみるとね、えー、いやじゃあそう言われたから不当法も触んなきゃじゃなく まず講義を前に進めるというところこれを、ね、一生懸命差を縮めるという感じですねただあね先を急ぐなあまり、えーね、あの目の前の科目のもうとりあえず講義聞くだけ聞くという状況だとお、ね、中身が伴ってこないので本末転倒講義はとりあえずやっつけで終わらせたけれども聞くだけ聞いただけだと残念ながらそれだともう合格はついてきませんので、えーね、あの中身の伴うしっかり復習をしながらペースアップをするという 感じですですから、まあ、皆さんにはちょっと厳しいことを申し上げますともう人並みのの年年末年始ととといいいいううは諦めてたただきたいかなというところなこんですねやはり一発合格を狙う以上、ね、年末年始こそ誰よりも勉強したという状況を作っていただきたいので別に昼型でも夜型でも構いません自分が一番集中できる時間で構わないと思いますからえー、ねあのー、特に正月三が日はもうがっつり勉強という体制で臨んでいただきたいかなと思います。 で学習が順調に進まれている方で、えー、まあ年末年、ね、始がうまくいったよという方はあの、ねえー、基礎講座受講生さん、えー、でも、まあ、あのレッグの受講生さんでなくても、えー、実力要請というト、えーレこちらはですねあの1回目無料体験できるようになっておりますので、えー、そういったところもお、ねえー、まあ無料体験なので、えー、受けてみるといいんじゃないかなと思います。 えー、特に佐々木クラス受講生さんの方であればあ、ね、勉強方法の相談だとか、そういったところもインターネットフォローの方で受け付けておりますので、えーまああのね、学習進度の確認だとかあ、今こんな状況なんだけれどもやるべきことの確認必要であればおっしゃっていただければなと思います。それでは、えーね、あのもう人生最後の、えー、がっつりこれ以上もない勉強をした年末年始を過ごしていただいて、で来年の年末年始はあ、ね、遊んで暮らせるように頑張って やっていただきたいかなと思います。それでは皆さん、えー、より良い、えー、ね年末年始充実された年末年始をお過ごしください。頑張ってください。